8時前かな8時前、朝の8時前から何時、どうしよう。じゃあ行ってきます。注意書きみたいなところで静かにしてくださいみたいな感じで書いてあったから、ここから静かに行きましょうか。行きましょうか。あの有名なインスタ映えで有名な何だっけ、エメラルド準備不足テロップ後で入れよう。はい、帰ってきます。ここの5回か6回やな。この建物の5階か6階にあるから、ちょっとそれ見こう。写真撮ります。で、靴脱いで入るやんか。うん。置いてるけど、うん、俺は持っていくわ。うん。ってな、万が一取られたりしたら嫌やん。うん、まあ話やな。靴下で帰らなきゃ。うん。ビニール袋あった。これ見てね。これね。一階とかもなんか色があってな。一階もいろいろあります。このエレベーターで案内書きされてる。閉めるのやめてよ。到着しました。今日多分平日の平日やろ今日なあ。で朝8時20分やから貸し切り状態。もし見に来るんやったらやっぱっ平日の朝早い方がいいと思う。これです。
で、まあ、俺気づいてんけど壁にほら持ってるやん、カメラがね、まあ、みんななんかあの肌の色をやるか一応、うん、変やな、一体だけ、一体だけやな、めっちゃ気になるよ、うん、だからあの、もし分かる人がおったらコメント欄で教えてください、ちょっと気になるから。はい、今日はインスタ映えするお寺ワントパグラムに来ました。普通に撮り直そうか。はい、行っていく、うん、じゃあワントパグラム撮影終わりました。はい、お疲れ様です。まああれやな、やっぱりほんま朝に来るのがいいわ。うん、風気持ちいい。2回目やから来たで、それは多分もう結構もう昼過ぎ撮ったし、やっぱ人もめっちゃ来てるな。それこそ朝ほんまにやりたかったらって呼ばれる。朝8時からみたいな。でも8時に来てもいいぐらいなんで、思わへんしっかり見ることができる。スタバの写真も撮ったし、これにて今日は終了でございます。じゃあちょっと自転車で帰ろうかな。ホテルライブじゃん。まだ映像入ってる。いつものやつやな。